子どもたちが花道を作って錦織圭選手を出迎えます。ドキドキワクワクといった感情がこちらにも伝わってきます。大きな拍手で出迎えられた世界で活躍するプロテニスプレーヤーの錦織圭選手。この春に統合し新たに開校した富岡町の小中学校で錦織選手の講演会が開かれました。学校給食が再開したことを記念して食の大切さを子どもたちに知ってもらおうと、トップアスリートの食事と夢をテーマに行われました。錦織選手は体を作る上で食事をバランスよくとる大切さや、夢を叶えるためには目標を持って毎日コツコツ取り組んでいく必要性などを伝えていました。そして子どもたちとの交流も楽しみました。どんな季節が好きですか？冬が好きです。誕生日があるからです。どんな飲み物が好きですか？メロンソーダです。この後はじゃんけん大会が行われ、勝ち残った5人には錦織選手のサイン入り T シャツやラケットが手渡されました。ガクとかにしまって保存したいです。こういう形で会えてすごく嬉しかったです。自分の頑張ってる姿はなんとなく背中を見てもらいたいですし、何か学んでもらえたら嬉しいなっていうところはあります。